はい、皆さんこんにちは、サルです。今回はですね、武田コーポレーションのキャンピングストーブ L という商品を購入したので、紹介していこうと思います。こんなね、真っ黒いパッケージでね、かっこいい感じで、カインズで約4000円でね、購入することができました。はい、早速開封していきたいと思います。もう見た感じね、富士見産業のストーブと全く同じ感じのね、黒い伸縮性のある、厚みのあるね、しっかりしたメッシュの袋に入ってました。はい、これを開くと中に、はい、このように一式入っております。富士見産業の以前買ったものよりもですね、実は一回り大きいです。今ちょっと引っ掛けてね、破れちゃいましたけど、取扱説明書がきちんとね、日本語で入ってます。注意してほしいのは、縁などで手や指を切らないように十分注意してくださいというふうなことが書いてますのでね、鋭利な部分がありますので、扱い方によっては怪我をする恐れがあるため、手袋を着用してからご使用くださいと。まだ小さなお子様には組み立てや撤去作業をさせないでくださいねと。このあたりね、注意してください。で、箱にはですね、二次燃焼の仕組みということが書かれてあります。煙が少なくてね、高火力で、燃やせるということで、通常はですね、薪が燃えた後、不完全燃焼の部分は、煙となってね、空気中に飛びますが、この場合だと、なんていうんですかね、ストーブの底の部分の穴から入った空気が、加熱されて、煙のね、発生するストーブの上の方でね、合流して煙をもう一度燃やすという、一次燃焼以外にその二次燃焼をさせるという機能が気に入って、私はこの筒状のね、ストーブをもうずっと愛用しております。では組み立てていきますが、全部でね、4つのパートがあるみたいです。はい、こんな感じですね。で、こちらが一番上で、これが薪のとこですね。で、この厚みがですね、中に空気を通す部分があって、二次燃焼の、空気が飛び出す穴ですね、があります。で、こちらは底の部分で、空気を吸い込む部分ですね。面白いのはですね、吸い込む部分も空気を吹き出す部分も、丸とかね、長方形じゃなくて、こういう平行四辺形のようなね、形になっていることです。なんでかな、ちょっとよくわかんないんですけど、おそらくまん丸や長方形の穴ではなくて、平行四辺形の穴にすることで、空気を吸い込む時も吐き出す時も少しこう渦状のですね、流れを生み出して、言ったらですね、炎に、トルネードのような効果を与える、そんなことを狙ってるのかもしれません。わかりません。はい。で、このね、薪をね、投入する大きな口が開いてますね。これもね、今までの私の富士見ストーブにはなかったので、新しい、機能といいますかね、になります。薪の投入口はですね、横幅が 9.5 センチ、縦が 5.8 センチと、そんなに大きいわけではないんですけど、小さめのね、薪ならどんどんあそこから投入できるということですね。で、上に五徳はね、あんな風に開くものがついてました。それぞれの五徳はハトメとかのリベットではなくて、3点のスポット溶接でくっつけてあって、なかなかのね、製造技術ではないかなというふうに思います。深さもしっかりあります。で、気になるのはね、サイズなんですよ。こちらの絵が参考になるかもしれません。フレームストーブの大きい方と L との違い、高さは2センチぐらいかな。寸法ね、書いてるから見ればわかるんですけど、上から見たサイズ感はそうだよね。ちょっと失礼ながら、そうだよね、少し違うんだけど、その少しが感覚的には、割とちゃんと違うなっていう感じはするよね。微妙なサイズ感だな。これ尺センチメートルで伝えてもわからないんだけど、見ればやっぱり違いがあるかなっていう感じだよね。ちっちゃいのはね、めっちゃちっちゃいんでね、いいんだけどね、この2つのサイズ感の違いがね、なかなか数字で長さを言ってもわかりにくい。
感じかな。ほんとね、微妙に違うけどやっぱ違いは違いね、違うものだね、そんな気がします。はい、ということで、じゃあ今度はね、片付けをやってみようと思います。こんな風にごとこをですね、全部折るよりは水平にねした方がいいなと思ってます。で、それぞれ4つのパーツに分けて逆さまにしたりして、ここちょっといつも迷うんですけどね、こうやってはめ込めば、この高さになるんですよね。これね、本家のねソロストーブもね、こんな風に分割式ではないのですごいなというふうなことをね、いつも私思うんですけどね、本当にコンパクトになりますので、まあこれだったらギリギリね、持ち運べないこともないかなと。まあ車とかだったらね、特に楽勝ですよね。ただね、こうやってしまった時にやっぱ中央にね、べっこりねくぼみがあるので、まあそこにできればクッカーとか入れたいですよね。はい、ということで、まあちょっとね、 ご提案です、せっかくね安く手に入れたストーブなんでね、クッカーもね、格安で手に入るものっていうと、まずこれセリアのね蓋付きボウルですね、まあ、タッパーついててね、液体も入れれるので、汚れたものを入れてねゴミとして持ち帰る時なんかもね、蓋がついてるので便利なものです。で、ちょうどこんな風にね入ります。素晴らしいですね。12センチのねものだったら、まあ綺麗に入ります。で、内側に入ればね少し余裕があるんですけど、で、こういうねクッカークリップがないと扱えませんので、クリップも一緒に入れたらいいかなということで、クリップをそこに沈めて蓋付きボウルを置けば、余裕で入る感じになります。あとね、蓋付きボウルだけだとね、取って食べることがねやりにくいので、こういう例えば手付きボール、こちらもあればねいいかなという気がします。はい、焦げ付き防止のねシートを切って入れてるんですけど、これセリアの一番大きなね手付きボールです。こんな風にねぴったり入ります。はい、焦げ付き防止シートはね落ちちゃいますけど、ステンレスのね厚みが薄いので、焦げ付き防止のシートがあった方がね、後片付けが楽だと思います。で、今内側に入れたのは何をしてるのか分かりませんが、ダイソーのね一番小さい手付きボール、セリアの一番小さいやつだとね、ああいう風にスタッキングできないんだけど、ダイソーの手付きボールだったらね、一番小さいやつは中に入ります。もうぴったり入るんでね、何ですかね、ぴったりすぎてね、ちょっとこう圧をかけないとね出し入れできないぐらいです。で、これセリアのねシラカプリット、はい、こちらはね私が建築金物をつけてね、取っ手をつけてますので、まあといっても、ホームセンターで買ってきた一文字と言われる金物をセリアの、リッドの穴に入れてリベットで留めただけなんですけど、蓋として便利なので、一緒に持ち歩いてます。こういう風にすれば、合計3つの容器とあと目的の異なる2つの蓋を持ち歩くことができるので、例えばね食材だけ持ってどっかお気に入りの場所に行って外で調理をして食べるなんていうこともね気楽にできるんではないかなというふうに思います。では実際に最初から組み立ててみて調理の準備をするところまでやってみましょう。組み立てますから、まずこんな風に出して簡単ですね、乗っけてやってごとくを開けば完成と。で、ここにね12センチのクッカーはね乗りませんので、でごとく締めればね、まあはまるんですけど、これあまり良くないですね。はい、これはね多分やってたら何かで失敗すると思うので、まあやめた方がいいです。なので、まあ、素直にごとくは開いてキャンドゥで売ってるコンパクト焼き網を乗せればいいと思います。こちらは一辺が15センチあって開いたごとくの上にもしっかり置くことができますし、その上にクッカーを乗せればね安定感もありますし、クッカークリップはねああいう風に、ちょっとね一工夫してやれば固定することも可能です。はい、で合計3つのね、こういうねボールがあれば沸かしたり取り皿として使ったりもできるのでいいんではないかなと思います。で、片付けですね。はい、網まで含めてね全部入りました。こんな感じでどうでしょうか。はい、今使ってるのがね富士見産業の
これより一回り小さいね、ウッドストーブ、こちらも二次燃焼でね、どうでしょうね、週にね 3回と言わないな、5回、5回っていうのはその朝晩で2回っていうね、カウントした時にね、5回ぐらい使ってるんですよ。でもずっとやってるのでね、結構雨ざらしなんでね、かなりね、まあいいステンレスだと思うんですけど、まあ劣化はねしてきてますので、錆びてダメになりそうなら世代交代をしていこうかなと思ってます。あと少し大きい薪をね燃やしたい時があって、その時にはねやっぱ一回り大きいとね全然違うかなと思ってましたので、こちらを購入してみました。最近は中華製のピコグリル型の形をしたストーブだと、もう1500円ぐらいでね買えるケースもあるということで、4000円というのは決して安くはないんでしょうけど、煙を出さない二次燃焼ということで、いいなと思う方はね参考にしてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。